どうも、尾形チェリ担当プロデューヌのテクタンと申します。本日はこのエンジョイレイニーデイキャンペーン、こちらをちょっとじっくり見ていきたいと思います。はい、こちらのキャンペーン6月4日から6月19日までということで16日間あります。全部で16日間。まあいつものごとく無料ジュエルを50個ね、くれたりとか、無料1回があったり、マニーショップでいろいろ買えたり、まあいろんなお得なねキャンペーンがあるわけなんですけれども、まあしっかり皆さんログインしましょう。16日ってことは全部で800個もらえるから超絶お得。そして今日一番見たいのはここです。無料1回ね、こちらを引いていきたいと思います。はい、まだちょっと引いてないんでね、せっかくなんで無料1回引いていきたいと思います。はい、それでね、今回なんですけれども、今回のガシャなんと納税で1回でプレちゃんを引くことができたんで、ちょっと優勝ジュエル貯めとくかっていう意味で全然納税もね、もう回してなかったんですけれども、ちょっと今日は特別この1日1回無料と納税2回引いていきたいと思います。いや、まあ狙うはね、もうフレちゃんはね、私結婚することができたんで、ミカネ、ぜひミカネちょっと結婚しようかなと思います。はい、じゃあどっちから行こうかな。まあプロデューサーの義務ということで納税からしていきましょう。はい、お願いします、お願いします。ロード新規お願いします。ドン、ロードなし。そんな連チャンでね、レンジャーで来るほど甘くはないよ。ということで、レアのメイコちゃんでした。はい。じゃ、まずこれが納税の分で、次に、じゃあ一回無料の方ね、ありがとうございます。これからじゃあ16日間、16回分、ね、引いていきたいと思います。はい、それではお願いします。ミカネ、ミカネ、ミカネ、新規、新規、ロードお願いします。はい、1日1回無料引きます。ドン、ない、スンって、スンってロードなかったね。はい、ニナでした。パッションに恵まれてるね。はい、ということで引いていきました。さあ、このガシャがね、まあ、11日まで続くっていうことなんで、11日までとりあえず無料引いて、そっから工場とか入って、で、まあ、スケジュール的には、タイプセレクトガシャも入るんかなっていう感じだと思います。ここでね、ちょっと工場アイドルガシャのちょっと予想とかいろいろしていこうかなと思います。先月が、ここ最近の流れには珍しく、ボイス未実装の子たちの SS レアがね、3人追加されたんで、今月もね、まあ、そんな感じで、ボイス未実装の子、いっぱい来てほしいなぁ、と思っているところなんですけれども、チトチオコンビ、ハーナーコンビが来て、最初に発表された赤リンゴ、アキラちゃん、リアムちゃんの3人、その子たちが今月、3人追加されるんじゃないかなと思います。もしかしたら4人みたいに、新スキルとかを引っ提げて登場するかもしれないけれど、個人的には判定強化も嬉しいなーっていう風に思います。自分が欲しいだけっていうのはあるんやけど、タイプも3種類あるってことやから、ユニットも3種類、ニュージェネにニューウェーブ、あとは、まあ、ユニット名は分からへんけど、その3人お揃いで来るとなかなか胸厚なんじゃないかなと思います。あとはボイスアリの子が一人来るとは思うんやけど、そろそろポジパのアイコちゃん来るんじゃないかなって思います。トラプリよりもね、先にポジパのアイコちゃんが来るんじゃないかなと思っております。あとボイスなしはね、ボイスなしの子たちはね、誰が来るかまだまだね、不明でございますが、ちょっと楽しみ。早くね、ボイス未実装の子たちもいっぱい揃ってほしいなと思うので、楽しみにしております。はい、じゃあこれからも無料1回ちょっとワクワクしながら引いていきたいと思います。今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと
画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。